それでは、今回のテーマは、吉見さんは、中日に入団してから5人の監督の下でプレーをしたと思いますが、はい、それぞれの監督の思い出を聞かせてください。まず落合監督はどうでしたか。はい、落合さんですね。皆さん、テレビでしか落合さんをご覧になったことないと思うんですけど、うん、落合さん知ってます？はい、知ってます。どんな人っていう印象を受けますか？喋らないって、喜ばないって、そういうイメージないですか？ポーカーフェイスというか。ですよね。そんな感じです。よく言えばポーカーフェイスですよね。よく言えば。あれは作ってるのか作ってないのか分かんないんですけど、ユニフォームを脱ぐと違うんですよ。僕たち遠征に行くじゃないですか、試合で。こう、まあこれが食事会場だとすると、テーブルがバーって並んでるんですけど、上司が座ってるとそこに、そこは避けますよね、絶対。そうですね、なるべくこう視界に入らないところ座りますよね。透明の方に座りますね。あの先発の前の日は僕絶対外食をしないというか、うん、2日ぐらい前からは食事会場に行くっていうのが自分の中であって、はい、落合さんがいる時間を避けるんですよ、なるべく、うん、でも避けれない時ってやっぱあるんです。うわいるわと思うじゃないですか、行くとお疲れ様ですって、うん、うわで避けるんですけど、おいおっさんこっち座れって言うんですよ。いやいやそっちの方がおっさんやしと思いながら思ったんですけど、でもそれがすごく僕その一緒に食事する時間がすごくその人生得したなっていう、いろんなことを教えてくれるんですよ。このバッターはこうやって抑えるんだとか、このチームはこういうことをしてくるからこれだけに気をつけろとか、そこで情報収集ができることに知って、それからは数年後なんですけど、落合さんをいる時間を見計らっていくのが僕のルーティンになって、落合さんってすごく野球を知っている、うん、その言葉にすごく影響力があるっていう、言ったことが当たるんですよ、しかも全部、うん、その通りにしとけば、まあ、勝てるまでは言わないですけど自分を優位に進めることができる人。もう一個は、まあ、これ結構喋ってるんですけど、まあ、2桁勝つことができるようになってきて、うん、周りがエースエースと扱ってくれて、うん、でもエースと呼ぶんだと、まあ、2年ぐらいしか勝ってなかったので、うん、5年勝ったらエースって認めてやるって言われて、でそれで僕の心に火がついたというか、もう本当にもちろん優勝したいがために投げてるんですけど、落合さんに認めてもらうために毎日ひしこいて投げてましたね。落合さんとの思い出はそれぐらいで、次は高木さん。高木さん、はい、高木さんはですね、全然喋んない人で、あの伝わらないんですよ、思ってることが。あまり言葉に、はい、出さないんで、出さないタイプ。よく分かんなかったんですけど、実は高木さんの時に僕開幕投手を2年やってて、実は山本さんは開幕投手だって噂が流れたんですよ。いや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 と思って、自分の中でいや俺しかおらんやろと思って、2013年を迎えたんですけど、はい、山本さんだって言って、12年だったかな、どっちか忘れましたけど、で、まあ、自分で直訴しに行ったんですよ、開幕投手やらせてください。開幕投手、はい、って言ったら、え、いいよって言ってくれて、え、嘘みたいな感じになって、こっちからしたら山本さんじゃないのと思って、でその時に言ってもらった言葉がすごく印象に残ってて、記憶に残ってて、うん、僕は君を一番信用しとると、うん、って言ってくれて、言ってくれたんで、うわもう僕はこの人のために開幕戦頑張ろうと思って、で勝つことができて、うん、田上さんに言われた言葉はそれぐらいそれぐらいというか、それが、はい、れがの思い出に残ってます。すね、はい、あまり会話しなかったので、はい、厳しいこともあまり言われたりはしなかったんですか？しなかったですね。なんか一人で顔真っ赤にして怒ってるぐらいあの瞬間に若しきっていうのがあったんですけど、そういうイメージ。でも直接僕には害なかったので、あまりあれでしたけど、谷繁さんはですね、プレイングマネージャーだったので。正直監督として見れなかったです。あ、選手の谷繁元信がなんか采配してるみたいな感じにしか見えなかったので、うん、監督っていうのがすごくこう躊躇するっていう、谷繁さんって言っちゃうぐらい監督と思えなかったですね、うん、それは多分プレイングマネージャーっていうのがすごく邪魔してたんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、でも本当にあの監督になられてからはびっくりするぐらい丸くなって、あの優しくなって、うん、若い子たちが普通になんか話してるのが信じられないんですよ。僕らの時はもう怖すぎて、現役の時雰囲気出すじゃないですか。そうですね、ね
めちゃくちゃ怖くて。じゃ怒られた時も、現役時代に怒られた時もあったんですか？ありましたよ。ま、怒られたって言ってもマウンドでしか怒られたことないんですけど、いい経験になって、うん、あの谷繁さんの思い出っていうのは本当にたくさんご指導していただいた、うん、怒られたっていうとちょっと語弊があるのでご指導していただいたそうですね、ということと、監督専任でもう一回監督してもらいたいなってのは僕の正直な、ちょっとあのプレイングマネージャーっていうのはちょっと損したかなと思いますね、うん、僕の中で。あと森さんですね、はい、森さんもですねコーチ時代がなかったので、うん、あまり監督っていう感じがなかったんですよ。まあ、じゃあもうコーチのままの感じで、そうコーチのままで采配しているっていう感じだったので、うん、なんか、うん、思い出話、森さんってあんまりこう言わないんですよ。ちょっと間違った方向に行った時にこうなってるんじゃないか、ああなってるんじゃないかっていうことをこう指摘してくれるぐらいで、うん、あんまり言わないんですけど、まあ、でも一番わがままを聞いてくれたのが森さんでしたね、うん、落合さんの時もわがまま聞いてもらいました。それは森さんがコーチだったから、ここ投げたい、ちょっとこうずらしてほしいっていうのは言えたのは落合さんの最後の3年間ぐらいと、はい、うん、森さんの時は結構自由に、言葉悪いですけど VIP に扱ってもらったというか、あお前の好きな通りにしろと、うん、で森さんに言われたことは1ヶ月後のローテーション出されるんですよ、ここに勝ちたいと、あとは好きに選べと、自分でそれを中5にしてもいいし、うん、中7にしてもいいけれども、うん、この日だけは投げてくれって言われて、うん、それが信用されていたのかなと今話しながら思ったんですけど、うん、自分でわがまま言ってここはここがいい、まあ、ローテーションを見て、ね、今の話変な話、菅野投手が来てそこにわざわざ行くなんてチャレンジャーじゃないですか正直なところ、はい、そこは外してみたいな感じで、やらさせてもらったのは森さん。結構伸び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 と言えばいいんですかね、まあ、自由に、はい、させてもらった、うん、森さんでした ね、怖い人だったんですけどね、見た目は。与田さんですよね。与田さんの時はね、ちょっと一番何も力になれなかったので、自分自身、うん、申し訳ないなっていう気持ちがあるんですけど、なんせ肩幅広いですよね、話しても肩ばっか見てしまう見てしまうぐらい肩幅広いなと思いながら話してましたけど、うん、すごく優しい人で気にかけてもらった、2年間だったかなと。でもそれに応えれなかった自分がいたので申し訳ないっていう気持ちがありますけど、さっきも言った通りやっぱ3年目になるんで、浦さんも監督として優勝して男になってもらいたいですよね。5人の、ね、あの監督さんと一緒にプレーさせてもらいましたけど、みんないろんな色があって、5人が多いのか少ないのか分かんないですけど、楽しく自由にさせてもらった15年間だったかなと思ってます、はい、最後に、ドラゴンズファンの皆さん気になってると思うんですけど、はい、吉見さんの現場復帰はありますか？そうですね、指導者になりたいと思って引退したので、うん、最後は、うん、もうこればっかりは本当にあのタイミングとご縁がないとできないとは思ってるんですが、うん、監督はね、正直したくないと考えたことがなくて、でもピッチングコーチとか、うん、なんていうんですかね、作戦練るコーチ、ヘッドコーチとか、うん、あのこうトップじゃなくていいんで、うん、やってみたいなっていう気持ちはあります。なのですごく今あのすごく勉強しているというか、野球を見て勉強してるんですけど、それがねやっぱドラゴンズがベストですね。正直あのドラゴンズからお声をかけてもらうのがベストです、うん、でもコーチをしたいんで、どこのチームからお話が来たとしてもそれは断らないんじゃないかなと今思ってますね。やっぱり指導者にはなるっていう気持ちでいるんですか、ね、はい、今過ごしてます、はい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。
111ピンピンピン。